どうも、マサヤングの言ってることチャンネルにようこそということで、今回はネットでバズった機材を改めて振り返ってみるということで、やっていきたいと思います。結構ね、まあ最近のその機材事情、楽器、ギターのね、その機材事情としては、結構そのセンセーショナルに新製品がどんとね、発表されて、なんかその X とかでわーってね、みんなね盛り上がったりとか、そんなに盛り上がらなかったりとかする、製品とかいろいろあると思うんですけども、過去僕の中でこう発表された時に盛り上がったあの機材は今どこにみたいなことを話していきたいと思います。じゃあですね、まず1個目いってみましょう。マイティエアーですね。これは結構革新的でしたね。ちょっともう今手元にないんですけども、このマイティエアーっていう商品を説明すると、そのこれぐらいの大きさ、これぐらいの大きさかな、これぐらいの大きさのアンプで、バッテリー内蔵で、ワイヤレスがついているっていう、すごいニューエックスのね、革新的なあのアンプだったんですけども、いかんせんね、音がねいまいちだったっていうところで、なんかこう今あんまり多分ね、マイティエア引き続きずっと使われてる方って少ないような気がするんですけど、その音がね、特にそのすごい歪ませたりとかっていうことは僕あんまりしてないんで、その辺の音はあんま分かんないんですけど、その程よいクランチみたいな音がねうまく作れないんですね。いい音を作るのがめちゃめちゃ難しくて、だからその辺でちょっとね僕の中で定着しなかった。ただやっぱりそのこれぐらいの大きさで、その確かにステレオのスピーカーで、それリバーブとかかけたらね、すごい臨場感のある広がりがあって、で、ワイヤレスっていう、その自宅練習でめちゃめちゃはかどる仕様っていうものだったんで、その出た時はね、僕もね、有頂天になって、かなり褒めたと思いますけども、今振り返ってみると、やっぱりちょっと音があまり良くなかったなっていう感じですね。でただね、この小型アンプで、ワイヤレスっていう組み合わせ、これは家練習ではめちゃめちゃ最強のワイヤレス環境であることは間違いないんですよ。だからそのカタナエアーとかね、 THR-10-2 のワイヤレスとか、ワイヤレスアンプとして有名ですけども、まあ、THR-10-2 はワイヤレスのね、送信機を別途買わないといけないんで結構高くついちゃうので、ワイヤレス込みで、使えるやつだとカタナエアーが結構おすすめなんですけども、でそれも一時期持ってたことがあるんですけど、かなりケーブルフリーでね、楽しく練習できた思い出があります。じゃあ別に普通にね、こういう真空管アンプにワイヤレス、普通にワイヤレス今ね安価でありますんで、そういうのつけたらいいじゃないかと思われる方もいると思うんですけども、その充電問題があるわけですよ。ワイヤレス、そのね、単体で売ってるワイヤレス、そこそこ電池持つとは思うんですけども、その毎日のことなんで、一回一回そのね外して、その USB つないで充電してっていうのがめんどくさいわけなんですけども、その刀エアーみたいなやつとかっていうのはもう引き終わったら充電専用の端子みたいなところがあって、そこにズボッと挿しておけば次の日までに充電できているっていう状態なんで、そういう面ではね、すごいその刀エアであるとか、まあ、THR、まあ、THR ちょっと高いですけどね、 THR の10-2 とかはワイヤレス環境で、ね、ケーブルフリーで引くアンプとしてはとても、良いなと思います。その次ですね、ドリーム65ですね。ドリーム65持ってます。でこれもかなり話題になったと思いますが、これはおそらく今も使われてる方かなり多いと思います。さっきのねマイティエアは多分その使われてる方少ないって言いましたけども、やっぱりそのまあお値段ちょっと高かったりするんですけども、そのこのドリーム65に関しては今までのアンプシミュレーターの概念をちょっと超えたぐらいのなんかインパクトがあったような気がしますが、どうでしょうか。で僕もね、実際そのライン録音とかするときはこれ使ってます。めちゃめちゃ手軽にデラックスリバーブのね感じを出せるというので重宝しております。でね、ちょっとやっぱり使い方のね癖、本当に結構その本物をシミュレーションしてるので、音の作り方とかが若干適当に上げて適当にどこのメモリでもいい音みたいな感じではないので、その辺結構ね慣れが必要ではありますけども、その辺も本当に本物に近いというかリアルなアンプシミュレーターだなということで、これはなんかもう本当にもう今後の定番商品にねなっていきそうな気が、しております。はい、その次ですね、スパーク GO ですね。これも僕持ってたんですけど今手元にありません。でスパーク GO もかなり、ネットで話題になりましたね。あの大きさからはね信じられないような音が出るっていう風なことで結構話題になりましたけども、僕はねスパーク GO よりスパークミニの方がね結構良かったなっていう印象があります。スパーク GO はどうしてもちょっとね、普通の家で普通に出せるぐらいの音量の人は物足りない音量じゃなかったのかなっていう感じがしますね。それならそのスパークミニで余裕を持って出した方が良かったかなっていう感じはあります。ですがまあね、あの小ささもありますし、ヘッドホンを挿したらねそのままヘッドホンアンプ的にも使えるっていうね、すごい便利なものではありましたね。
で例えばそのスパーク GO にさっき言ったねその単体のワイヤレスとか つないで、弾いたりするとギターとは、ね、そのワイヤーというか線がね離れるのでそれはそれであのなんて言ったらいいかなさっきの刀エアーほどではないんですけどワイヤーがやや少ない感じで、楽しめたりするので結構便利に練習できたりする機材だったなっていう感じはしますね。これはね僕の勝手なイメージですけどあのスパーク GO に関してはずっとまだ気に入って使われてる方はね多いようなイメージではありますね。されていったっていう感じではないかなっていうふうには思っております。はい。その次ですね IR2 ボスのねコンパクトエフェクターでこれも実機ないんですけど、まあ、いわゆるそのアンプシミュレーター兼 IR リーダーというかね、キャビネットシミュレーターのコンパクト型のエフェクターでございます。でねこれはちょっとね気にはなってます。このねさっき言ったこのドリーム65に比べたらそのポイ音各アンプシミュレーターの音っていうのはもう本物にめちゃめちゃ似てるとかっていうんじゃなくてポイ音っていう感じではあるんですけども、まあ、便利に使える一品ではあると思いますね。ただ僕はねこのドリーム65で今のところ満足しているので IR2 はいらないかなっていう感じではあるんですけど、ただねこのドリーム65の一個欠点を言うとそのキャビネットだけ使えないんですよね。そのもう必ずそのアンプシミュレーターとキャビネットを一緒に使わないといけない。この辺はねなんかユニバーサルオーディオのこだわりみたいなものを感じるんですけども、これがね分けて使えるという面で IR2 だからそのキャビネットシミュレーターだけ使いたかったりすることがあるのでそういう時のためにも持っておきたい気も少しあるんですけど、今のところまあ一応これで、なんとかライン的な環境はなんとかなってる感じですね。でその次、MS50G プラス、はい、こちらですね。こちらも話題になりましたね。でこちらね僕的にはすごく評価が高いんですけどもそのネットのレビューやらいろんなあの YouTube 上げてる方見るととにかく LINE 出力に対応してないことに関する批判がねとても多いイメージですね。その前身のこのね MS50G のこの無印の方はあの LINE でね出せたあのキャビネットシミュレーターがあるので LINE 環境にね、使えるあの出力が出せたんですけど、こちらはなんと LINE 対応してないのですごくこっちの方が結局いいやんっていう方もいらっしゃるんですけど、音はね僕的には全然この MS50G プラスの方が進化してると思いますので、でかつ普通にねそのライブとかで使うライブで普通にアンプに挿して使うのであれば こちらの方が優秀かな、優秀というかねこのボタンがあることによってエフェクトの移動というかね切り替えがかなり自由度が高くできるのでいいかなっていう感じですね。でもちろんねこの MS50G もなんかミディやらねこの物理的なこのボタンをここにつけてなんかあのやられてる方もいらっしゃると思いますけども、なんかも言いますけど音的にねやっぱりこの MS50G プラスの方が僕はね進化してるなっていう感じです。でまあこちらはねまだそのそんなに行き渡ってないというかまだ品薄状態なんで、本当の評価があの下るのはこっからかなっていう感じはしますね。で最後ですね、刀 GO ですね、これ出たばっかりなんですけども、これもまだ品薄であんまりみんなに行き渡ってないと思うんですけども、めちゃめちゃその X ツイッターを見るとねあのすごく感動してるというかあの良いと言ってる人が多いなっていう印象ですね。でただねその刀 GO に関しては僕他の動画でも言ってるんですけども、そのあくまでもヘッドホンアンプなんですよね。刀 GO からは音出ない、中のエフェクターやらねそのアンプシミュレーター的なものに関してはすごくよくできてると思いますし、他の Bluetooth とかねもろもろのその多機能な部分はすごくいいと思うんですけども、いかんせんこの刀 GO 自体からは音が出ないというところがネックというか、その普段ねそのヘッドホンじゃないと練習できない自宅環境の方でずっとその刀 GO が出る前からヘッドホン環境で練習してた方は刀 GO に変えると結構幸せになれるような気はしますが、今まで普通にアンプで出せるような環境の人が刀 GO めっちゃいいやんと思って刀 GO を買ってしまうと、でヘッドホンで練習する環境になってしまうと結構その1年持たないんじゃないかなっていう感じはしますね。だから本当に何回も言いますけど、ここ大事なとこなんで何回も言いますけども、そのイヤホン環境ヘッドホン環境でしか出せない人にはめちゃめちゃいいです。刀 GO めちゃめちゃいいと思いますけども、アンプでも出せるのにわざわざ刀 GO を買う必要はないかなっていう感じはしますね。でなんかねその別の動画で刀 GO をその扱った動画を僕出してるんですけども、そのヘッドホンアウトをライン出力でなんかにつないでみたいなことを書いてる方がねコメントでいらっしゃったんですけど、それはちょっとね本末転倒というか、それならなんかアンプ買ったりとかね、さっき言った刀エアとかね買ったりした方が快適にアンプ鳴らせるのであれば、音出せるのであればあの快適に使えると思うのでそっちの方がいいかなっていう感じですね。ということでざっとネットでバズった機材の
僕なりの感想をいろいろ言ってきましたが、皆様はどうでしょうか。よかったらコメント欄に書いてみてください。ということで今回は以上で終わりたいと思います。こういったね機材の話を LINE のオープンチャットでやっておりますので、興味ある方は下の概要欄から、入ってみてください。ではバイバイ。